こんにちは、杉蔵です。 UNSCR Will to Live Cinema 2021募金付きオンラインシアターの開催、おめでとうございます。世界各地にはね、政治的な迫害や武力紛争によって国を追われてしまった難民の方々がまだまだ増え続けています。まあこの10年シリアはとてもとても大変なことになっていましたし、今年でいうとアフガン、そしてこれからのミャンマーがどうなるのか、例えばロヒンギャの方々や、そしてアジアに目を向けるとウイグルの方々、世界中にまだまだ人権を侵されている人、本当にたくさんいます。それでも強い意志を持ってこの困難な状況をね、乗り越えようと頑張っている難民の方々に、僕らのコメントや活動を通して少しでも共感を、そして支援をいただけたら嬉しいです。生きている国は離れていても、過ごしてきた文化や信仰が違っていても、同じこのね、地球上で生きている仲間であることには変わりない。僕らは常に意識を一つにするべきだと常々思っています。僕も含め、これを見てくれている皆さんの少しでも困難な人たちの状況に力を貸してくれたいと、サポートをしたいと思ってくれている皆さんのこれからの行動の、そして思いの形をとてもとても期待しています。この苦しい状況がまだまだ続きますが、必ず僕らの行動によってこの地球上で少しでも救われている人が必ずいます。ぜひこれからも一人でも多くの人たちが安心した生活を取り戻せるように、活動を行動を共にしていきましょう。引き続きよろしくお願いします。杉蔵でした。